前回の動画ではレッツリゴーで爆釣モードになり大量メダルを獲得しました。この子の釣りもすっごい釣れたのでよかったらご覧ください。それではどうぞ。大物狙いで釣っていければなと思っています。普段このお店で魚なんてまともに釣れたこと今までなかったんですけど、今日はやっぱり釣れますね。爆釣モードが終わっても3桁の枚数がもらえるって嬉しいですね。いつもだったら浮きボール10球集まっても釣りに成功しないことなんて多々あるんですけれども、今日はいけるなって思ったのでボールたったの2球で釣りに行ってみました。当たらないイメージが強いのでこのゲームでこんなにたくさん遊んでいるのは初めてです。釣り竿のレベルもこんな低くて、それで魚釣れたらもうこのゲームの釣り竿レベルってなんだよってそんな感じですよね。と言っている間に釣れました。釣り竿のレベル一番弱いのに125枚の大物を釣り上げるってなかなかですよね。この電撃のゲージが溜まってると当たりやすいとかそういうのあるんですかね。詳しい方いたら教えてください。ということで次も2球ボールを落とした状態でフィッシングチャレンジに行きます。強気です。オニオコゼという魚を釣れました。何枚でしょうか。30枚。2球で次も攻めようと思います。2連打は一生懸命頑張ってます。ボタンを壊さないように優しくたくさん連打をしています。本当面白いように釣れますね。もはや2球じゃなくて1球でもいいんじゃないかと思ったので次1球でフィッシングチャレンジ挑んでみました。さすがにボール1球でビンゴできる魚のゲットはできませんでしたね。反省を生かして2球でフィッシングチャレンジに向かいます。
2回連続で釣れませんでした。もうこれはもうダメですかね。ちょっと弱気になってしまったので、ボールを5球落としてフィッシングチャレンジに向かうことにいたしました。作戦が功を奏したのか、今日一の大物をゲットできました。シーラちゃん、さあ何枚だ。ドン、300枚、すげえ。ちなみに爆釣モードが終わってからメタルは1枚も入れていないので、払い出しだけでボールを落としてくれています。100枚のラインが無事にビンゴしたので、この一撃で全部で400枚ですよ。すごい。先ほどの払い出しで落とされたボールが全部で5球です。サテライトチャレンジは何事もなかったかのように終わりましたので、落ちたボールでフィッシングチャレンジへ向かいます。逃げられてしまいました。さすがに払い出しだけでボールを落とすというのはもう終わりですね。メダルを入れていきましょう。ということでボールを4球落としてレッツリーゴー。さすがにメダルの投入の甲斐があって150枚の大物を釣ることができました。続いての釣りのシーンでございます。やっぱり釣れましたね、さすがです。そしてキラキラ輝いている魚ということは、後輩と何枚だ。200枚、ありがとうございます。
これでまたしばらく釣りに困らないぐらいボールが落ちてくれましたね。やっぱり釣ることができましたね。おイカはさあ何枚でしょうか。50枚でした。動画が長くなりすぎてしまいそうなので、釣れるか釣れないかのシーンだけいこうと思います。釣れたら枚数まで移していこうかと思います。編集が面倒くさくなったとかそういうわけではございませんのでご了承くださいませ。連続して釣れていますが、久しぶりに大きなお魚を釣ることができました。何枚でしょうか。125枚、プラス50枚で175枚。嬉しいですね。ちなみにこの後一度ジャックポットチャレンジに挑戦することができたんですけれども、あまりにパッとしない結果だったので結果のみお写しいたしますね。それではどうぞ。ストレート×でたったの116枚でした。では再び釣りのシーンに移っていきます。これ釣れたら高配当らしいんですけれども、どうでしょうか。逃げられてしまいました。またでっかい魚をヒットさせてしまったんですけれども、これ釣れたら相当な枚数もらえそうですね。どうでしょうか。釣れましたね。レッドテールキャット、でっかいですね。さあ何枚でしょう。300枚、でかい。土壌すら釣れなくなってしまったので、この辺りで終わりにしておくのが正解かと思いました。ということで結果を見てみるとですね、こんなにメダルが払い出されました。受け皿に入りきらなかったんですけれども、実際は4カップ分メダルが増えました。手元のメダル300枚ぐらいだったので2000枚ぐらい増えましたね。せっかくなので釣った魚順に見ていこうかと思います。前半は爆鳥モードで釣れた魚たちになります。カレイからは通常モードで釣れた魚たちになります。通常モードでも恐ろしくたくさんの魚を連続して釣ることができたので、もうこれはもう二度とないような経験でしたね。こんなにたくさんの魚が釣れるなんて思ってもいなかったので、こんなラッキーな台に座ることができてよかったです。ちなみに余談なんですが、レッツイゴーのボール、浮きボールですね、これを私ジャエポのイベントでいただきましてですね、持っています。あとこのバベルのメダルタワーのオーブも
同じくジャエポでいただきました。はい、大切に保管しております。今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。